韓国の三大火祭りの一つを楽しむ日本人限定の初めてのツアーが先週開かれ、参加した人たちは幻想的な風景を楽しみました。このツアーは韓国への観光客が大都市ソウルに集中する傾向が見られることから、栃木県から訪れる観光客にも地方の魅力も感じてもらおうと、韓国観光公社が日本人を対象に初めて開いたもので、およそ500人が参加しました。今回訪れたのは韓国の南部に位置するハマン郡です。人口およそ6万人の都市、ユネスコの世界遺産に登録されているバリサン古墳群などが有名です。今回のツアーの目玉は、このハマン郡で行われる伝統的な火祭り、ハマンナッカノリです。祭りは豊作や人々の安寧などを祈り、釈迦の誕生日の旧暦4月8日に合わせて毎年開かれています。今回は日本人向けのツアーとして、通常よりも3分の1の規模で10月31日に開かれました。今火がつけられました。祭りの始まりです。午後6時ごろ、辺りが暗くなってきたところで祭りが始まります。地元の住民で作る祭りの保存会のメンバーらが船に乗り込み、池の上に吊り下げられたおよそ1000本の縄状の棒に一つずつ火をつけていきます。これは落下棒と呼ばれ、人々の願いが書かれた紙が下げられています。炭を布と韓国の伝統的な技術で作られた紙に包んで作られるもので、祭りの保存会のイースチャン事務局長は、天然の材料でできているため環境に優しく、伝統的なこの作り方は特許も取得していると説明してくれました。韓国観光公社によりますと、韓国ドラマなどでも登場し人気が高まってきたことから、今年からは完全予約制にするとともに旅行商品を開発しているということです。火がつけられて15分ほど経つと、徐々に火花が見えてきました。舞い落ちる火の粉とともに、韓国伝統楽器の演奏が会場を盛り上げます。風が吹いたりロープが揺れたりすると、一斉に火花が散り、オレンジ色の火の粉が会場を彩りました。ソウルに集中してるんですけれども、やっぱり地方にもですね、いろんな魅力がありますので、地方にも足を運んでください。